解説のね、スパメさんです。よろしくお願いします。はい、スパメシです。前回の運動会引き続き、また解説県ガヤをさせていただきます。また新しい人とか発案家の人とかもたくさんいらっしゃるので、解説シックなことができたらいいなと思います。そして結婚しました。そしてよろしくお願いします。あー、そうなんですよ。ね、結婚したんですよね。いつ結婚されたんですよ。11月22日にね、入籍しましたので、ご結婚おめでとうございます、家族持ちのそば飯でやってきました。よろしくお願いします。はい、いやめでたいですね。いや本当おめでとうございます。じゃあね、続きましてですね、キラー担当いたしますね、実さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キラー担当させていただきます、チースと申します。本日チース運動会、初参加なんですが、皆様と対戦できることを楽しみにしていましたので、本日もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。そして審判役、マダオさん、よろしくお願いします。もういいかい、マダオ。どうも皆さん、こんばんは、ぎっくりこしおです。今回もね、せしろさん、並びに関係者の方、お声かけいただきありがとうございました。そしてそばみずさん、おめでとうございます。今日はよろしくお願いします。きっちり審判の仕事頑張らせていただきます。はい、審判なんぞやっていう感じなんですけど、まあキラーとの距離を測ったりとか、もしキラーが生存者を見失ってしまったら、見失ったぞと報告をする、まあ、係とか、まあそういうこともありますんで、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。こっからね、ちょっとね、ざっくりと、説明の方ね、させていただきます。ルールの方ですね、カスタムマッチにてね、サバイバー1名、審判1名、感染者1名で行います。で、サバイバーは使用可能パークは2つのみです。で、またこの後ね、こう画像を見せるんですが、その中から2つ選んで、それ以外は選択不可となっております。で、アイテム、アドオン、オファリングは使用禁止で、マッチ入場後、サバイバーはマップを一周して板や窓の生成を確認してもらう。で、マップ確認中はキラーと審判は猫でね、小屋の入り口と実際の距離を測るというね、一応ね、36メーターという距離をね、やっております。で、マップの確認が終わったら、小屋のロッカーに入ってください。で、ロッカー2つあると思うんですけど、どっちのロッカーに入ってもらっても構いません。まあ普通なら入り口側のロッカーに入った方がいいかなとは思います。で、ロッカーに入っていただいたら、サバイバーはロッカーから、勢いよく出て騒音を出してください。で、その騒音がキラーの合図になります。開始の合図になりますんで、ゆっくり出るんではなくて騒音出して出てください。で、隠密は、基本禁止です。チェイス中に、まあ、角待ちをするとか、まあ、そういった類は全然 OK なんですけど、チェイス判定に入る前にもう隠密をして、チェイスを少しでも、遅らせて始めるっていう行為はやめてください。ガンガン足跡残してください。で、基本チェイスを切る、キラーを巻くのは NG とさせていただいておりますんで、チェイス中にもしキラーを巻いてしまったっていう場合、すぐに気づいた場合は騒音出してください。窓枠があったら窓枠をバンバン飛ぶとか、そのここにいるよってお知らせください。で、あまりにも、巻いた時間が長すぎると、その試合は無効となりますんで、もう一回走り直しという感じになってしまいますんで、ご注意ください。まあ、ざっくりとしたね、ルール説明こんな感じになっております。で、ちょ、次注意事項ですね。煽りや、迷惑行為を行うサバイバーは基本ご参加いただきませんので、よろしくお願いします。後日その事実が発覚した場合は、入賞者であろうと、取り消しさせていただきます。で、運動会のルールを遵守できる方、または、対戦相手への暴言や、不平不満を言わずに、スポーツマンシップに、のっとりね、お互いの敬意が見られる方のみ、ご参加させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。で、入賞者様は後日、ツイッターの方で、DM のやり取りをいたしますんで、まだセシルおじさんをフォローされていない方は、フォローね、よろしくお願いいたします。はい、お次ですね、マップこんな感じですね。まあ、レッカーズヤード、オートヘイブンレッカーズのレッカーズヤードで、いきます。まあ、マップはこんな感じになっておりますよと。で、パークの方がしなやか、スプバー、オポチュニティ、打開策、大ヒット、猫、激殺歩、スマートな着地、逆境魂、自己認識、この、10個の中で2つ選んでください。この中の2つだけ持っててください。はい、で、お次はですね、まあ一応ね、入賞なんですけど、ブービー賞は最下位から2番目の方にセシルおじさんグッズを、贈呈いたします。で、1位、2位、3位は 3R ゲーミングより、景品贈呈ということなんですけど、今日までにね、ちょっとこの商品をね、決めたかったんですけど、まだ今のところ、ね、決まってなくて、ちょっともうここはね、ちょっと申し訳ないんですけど、1位、2位、3位の方は後日やり取りの方ね、させていただきますんで、またよろしくお願いします。で、ブービー賞は、セシルおじさんグッズとモバイルバッテリーとなっております。セシおじの芋虫モバイルバッテリーが、今回の
のセシロイさんグッズブービー賞となっておりますんで、全くチェイスができない方でもブービー賞狙って頑張ってくださいっていう感じでなっておりますんで、よろしくお願いいたします。一応今回、キラーのアドオンとクリーン、キラーは投げる速度が速くなるパークと岩弁慶かな、多分投稿した時の斧の速度が速くなるアドオンをつけてます。はい、岩弁慶 と、バブーシカっていうのをつけてて、でパークに関しては捕食者っていう足跡が見やすいパークをつけてるので、それ以外は基本つけてないので、まあ、まやかしとか、あ、いわゆる、いたわりですね、いたわりとかは基本ついてないっていう体で皆さんチェイスしてもらって大丈夫なので、はい、はい、覚えておいてください。一旦多分スプーバン待つんじゃないかな。これは疲労管理で、はい、疲労管理をしてるから、いや緊張しますね。おい、始まりました。いいですね、佐藤選手。ちょうど疲労を寸止めにしてから開始したものの、もうスプーバンがいつでも吐けるような状態で待ってますね。さあ、ジスクは先読みして大回りしている。おっと、ここでチェイスが入っていく。さあ、ここでスプーバン入っていく。あー、ここで小屋いた。はい、河野が、ね、しっかり入っていく。この辺はね、じゃあまあ外さんはな。うわい、あっと、あっと、今あれですね、丘上登って着地硬直でぐっと距離が縮まってしまったっていうのがもったいなかったかもしれないですね。あっと、ここでね、ジス君の、まあね、これはちょっとほっとしとるとこじゃないなんじゃないですかね、ジス君。とりあえずね、はい、こんな感じで進んでいくんで、はい、初めて参加する方も緊張感なく。はい、はい、ありがとうございました。こうスプーバー採用される方って結構ね、安定してる方が多いような。さあ、始まりましたよ。これで重機の方に行く。あ、いいですね、T 字の、あ、お、先倒し、なるほど、先。ただこの位置で待ってるとちょっとまずい。そうですね、キラーしっかり確認した位置の方がいいが、さあ、これは読み勝っているのか。あ、いや、勝ってますね。板を割る。いいですね、この今のジス君の板を割るタイミング良かったと思いますよ。相手を外周に追い込むようなタイミングだったんで。さあ、ここでちょっと伸びていくぞ、チェイス時間が。うまっ、これセラフ選手うまいよ。かなりいいタイミングで距離を取ったので、さあ、ここ当たりたくない。ガーッて、うまい、しっかり当てたよね、やっぱり。まあ、この後、この後気をつけないと狙ってる可能性が。あ、怖い怖い。うめ、今のは、今、セラ君選手、もったいなかったですね。そのまま抜け切ってたら、斧投げられてなかったんですけど、多分ジス君の斧構えてる圧に、ビビってしまって、自分から体を外に振ってしまって当たるという。タイミング的にはね、セラ君さん、勝ってたんですけどね、うん、抜け切れてたんですけどね。うん、なかった、なかった。さあ、始まりましたよ。さあ、ここで。ですね、さあ、これはね、いや、ここで一発もらうか。でもこの発電機がいいね。あー、しっかり当てていく。外さないですね、これで5本目ですよ。早すぎた。なんかもう終わってた。解説の彼女も出なかった今。いや、うまかったっすね。いや、最初あの小屋待機はまずいかもね。いや、ちょっとテンパっちゃったんじゃないですかね、哲馬さんも。いやー、早っってなったと思う。小屋の角で見てて、うん、で、あそこまで良かったと思いますよ、うん、で、全員隠して中入ってくるかなと思ったら、ふっこう外詰められて、そこでちょっとこう、うわーってテンパっちゃったんかもしれないです、ね、あー、確かそれはあるかもね。いや、でも大事ですよ。大事、大事、大事。いや、今の記録ちょっと楽しみですね。いや、そうですよ、これこの運動会が一番いいとこって、やっぱそこをね、強調するとこだと思うんですけど、この大会はね、うまいやつが正義じゃないんで、はい、どれだけ爪痕残すかっていうね、分野もあるんで、どれだけ爪痕残せるかっていうのもすごいね。おっと、ここでね、出ましたね、あの虫の妖精さんが来ましたね。一人はこのスキン来るかなと思ってたんですけど。あれですね、一つこう解説をするのであれば、こう一発斧当てられた後にこう結構焦っちゃうと思うんですけど、うんうん、そこでこうしっかりハントレスが斧を構えてるか構えてないかをしっかりと見れるようになると、ちょっとチェイス時間伸びるかもしれないですね。あとね、バブーシカがね、そうですね、構えるのが早いんで、うん、あんまりハントレスが距離に近い状態で板を倒してしまうと、もう斧が当たるのが確定してしまうというか、うん、はい、そこがちょっと難しいな。難しいと思うんですよね。さあ、準備 OK ですね。
さあ一発目出ましたね。さあ絶対誰かはやる。一旦ゆっくり入ってしまうやつ。そう。いやこれカラクチャンネルさん。あ、おっとこれ一発外していく。初めて外しましたね。あ、困るか。おっと、もう当てる。まずいか、これ。おっと、これ読み方、いいよ。いいよ。いいじゃないですか。さあ、後ろ見て、そこに避けて。ナイス。ナイス。ナイス避けですね。ああ。うまい。本当にうまいっすね。あのね、結構避ける動きが大きいので。さあバランスつけて、なんとか使えたらチーズ伸びるぞ。なんとか掴んだ。降りる。惜しいね。惜しいね今の。惜しかったっすね。今多分距離感的には落ち着いてたらすぐあの岩の横、うんうん、降りておそらくバランス履けてたと思うんですよ、距離感として。うん。でも多分斧が怖くてちょっとまっすぐ行って避けてから降りようってしたのがちょっと時間が伸びなかった感じですね。いやー惜しいな、もうちょっと伸ばせたね。いやー惜しかったな。でも今のカルクチャンネルさん良かったのはあの斧を構えてる音キラーンって音がしたら必ず後ろを向いてなんとか斧を避けようと、うんうんうん、で体をしっかり振ってたっていうのはとても良かったんだろう。ああ、さあ今ドキドキしてる最中でしょうか。さあ始まりました。あ、バスの方、バスはどうなんですかね今の、このレッカーゼアドのバスは。これね、バスまで行きたいですけどあまり遠く行ってしまうと巻いてしまう可能性があるので、これそうですね、この板はちょっと基本的有利だが、カッ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 と当てていく。ここで後ろ見たいですね。あっと、いやー後ろ見たいね、怖いね。今怖かったですかね、多分キラーって落としたの分かったので必死に体を振ってたの怖かったんですけどね。いやでも後ろを向いた状態で詰まったらどうしようっていうね、プレッシャーも、ね、多分それもありますからね、うん、そうですね。いやなかなかちょっと火吹いてるね。さあ始まりました、ウニとマグロさんです。最初この一応確認したいけどここいいんじゃないですか、先生としては四つ壁に窓と岩ぐるがあってかなりいいポジションですが、おっとここでもらうか。あっと、さあここで落ち着きたい、ここで落ち着きたいぞ、後ろ見て。やったー、もうどっから投げてきた。多分一旦後ろに下がってで斧を狙いに行ったって感じで板を壊す。ちょっと想像よりちょっと強いかもしれないですね、ジス君。やっぱり岩弁慶はパーク的にね、斧の速度かなり速いので、うん、結構見て避けるって結構難しいの。ちなみに岩弁慶は投擲速度が 20% アップ。そうです。だから斧がこうふわーんと飛んでくる感じじゃなくて、プシュッとこう手裏剣みたいにプシュッとくるんで、はい、近い距離だとなおさら避けるの難しいので。回しようかなと。あのメンタル的にはかなり落ち着いてますね。さあ始まりました。バスの方かなこっちは。さあここでねちゃんとしっかり音を鳴らしていく。俺はここにいるぞと。今回の黄色重機あまり強くない生成ですが。どっかから狙ってきてるね。どこにいるのか。どう。半島の位置が分かんないぞ。じゃここはちょっと一発もらうか。さあ確実に一発もらってくる。で打開策発動。ここですね。ここしっかり見てきた。あー。やっぱり当たっちゃう。ああ、外さねえな。外さねえな。外さないっすね。意外と外すんだけどね。あのダッシュブースト対策で打開策積んできたもののって感じだったっすね今ね。さあ準備が完了しましたら、早っ。さあ始まりました。さあこのままどこを目指しているんでしょうか。とりあえず距離を離す、そんな感じでしょうか。いいんじゃないですかこのポジション。さあ岩ぐるを見つけましたね。岩ぐるも岩ぐる2枚ありますね。壁ここはね厳密って岩ぐるじゃないので、あ、この黄色重機もありますよ。さあすごいくる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 回ってるか。どう、ハンドルにいる。どうさしっかり当ててくで、ここでしないか。やばいやばい。ドリフト状態になっちゃいましたね。すごいな、外さないねマジで。今の一応しなやかのダッシュブースト中ではあったんで結構当てづらいかなと思ったんですけど、引っかかったところを確実に当てられましたね。
ジス君クラスのアントロスってなるとやっぱこうなんていうんですね、なんとか不規則な形にしてもね、人間ってやっぱり一定の動き出てしまうので、その瞬間をやっぱ狙ってくるっていうのはやっぱアントロスは使いのうまいところかなと思います、ね、置きゲームはしているんじゃないかと。ジス君結構ねカチャカチャ動かしパチンって狙える人なんで、どっちもできるタイプですよ。ああそれちょっと厄介だね。厄介だ、それ厄介だね。追いゲームもできるし置きゲームもできる。はい、はい、始まりました。ちょっとマドオさんのね悪い癖が出ちゃいましてね、知り合いのあの視聴者なんでちょっといじっちゃいましたね。ちょっと悪い癖が出ちゃいましたね。あ、いいですねこのポジション。そうです、このポジションはねかなりハントルスには強いポジション。さあ見せどころですよ。さあここはまっすぐ来て、まずは距離を詰めることからやってくるんじゃないでしょうか。そうですね、距離詰めていきます。あ、ただここ読み分けてしまったので、ね、ここでちゃんと、あ、ただここで距離取れなかったので、ここで負けてしまうと、うまい。いやーまずいなこれ。板を倒してしまうとかなり弱いので、読み合いが、あー、ここでしなかった。いいですよ。さあ板を見つけたい、板を見つけたい。さあ、あー、待ってるぞ。あー、たどり着いたのか今の。これは1分は超えてないんじゃないか。たどり着いたとこ2窓がな、ちょっとな。今岩ぐるのところで1回のステイン隠しで負けてしまったことによって、一発目が結構重く、多分想定してたより早く食らってしまったので、それがもったいなかったかなって。これまあすごいこう、まあ上級者の方ってワンポイントやと思うんですけど、さっきの長い辺やったと思うんです。岩ぐるの中でも長い辺の方と短い辺の方で回ってたと思うんですけど、うんうんうん、ハントレスの場合岩で、実はあれくの字型やったんですよ。あの岩あ結構よくあるんですけど、はいはいはい、くの字型のくの内側、内角の方ですかね、うんうん、内角側を沿うようにこう回られてたと思うんですけど、うんうん、板に入るとき、ああするとね、ハントルスね、板入る前に斧狙えるんですよ。ああ。そう、だから逆回り、はいはいはい、逆回り、そう、うん、逆回りの方がハントルスには強いですね。なるほど。あの岩は実は、はい、でそう回れないときは長い辺じゃなくて短い辺の方を回ってあげると実は強かったりします。その分ステイン隠しは難しいですけど、まあまあ難しいね。いやでもナイスチェイスでしたね。ナイスチェイスだね。1分が超え、1分超えちょっと際どいような感じやな。でも一応大きな大会にもね出場経験があるというね。さあこっちから、ここはハントルスに見られてしまうので、さあ、あこの位置いいんじゃないですか。あ、ただ岩黒もあるので岩黒を選択ですね。いいですね。あ、さっき言っていたこのくの字のやつやね。そうです、これを左回りできたら熱いです。あ、ただやっぱりさすがにそうはさせてくれないジスク。ああ、ね、これ一発もらってく。そうなんですよ。このこっち回りにされると当たってしまうので、できれば短い方を回りたい。そうですね、この短い方です。こっちを回る方がいいので。あ、これはもうよ、うまい、カメラワークうまい。さあ、有名ですよ。あっと、ここで読み負けてしまう。素晴らしいですジス君、読み負けるギリギリまで攻めてきましたね、板に。今の良かったと思いますね。パフィーさんですかね、パフィーさん の、はい、チェイスルート自体はすごい良かったと思います。ただあそこでこう我慢比べができなかったですね、板の前で。でもだいぶ攻めたねジス君。そうですね、あの距離感だと一回こう我慢できるかできないかっていうところがやっぱこうだってミソになってくるというか、ルート選択自体は良かったので、うん、まあそこはね、うんと五分五分の読み合いに近いので、なのでやっぱり一個前の岩ぐるの時にやっぱりさっきと同じくの字の内角の方で一発もらっちゃったじゃないですか、はい、あそこ回り方になってしまうともう一発当てられてしまうので、ワンテンポ遅れるだけで、そこが失敗だった、ね、ただ遮蔽は高いのでね、斧はね使いにくい部分でもあるんですよ。さあ始まりました。さあなんとか、あーいいですねこのポジション選び、これ四つ壁ですね、いいと思いますよ。もっとここではね投げてこないと。四つ壁ですね。さあここで待ちたいですね、ここがいい、あいいとこだと思います。そうですね、ここで我慢して一発、ああそこで倒してしまうと、いやまずいまずいまずい、ああいいとこやったっけどね。ちょっと待ってください、さん、これ前代未聞が起きたかもしれない。前代未聞が起きたかもしれない。マダオさんよりポイントが低い。なかなか、これ歴代でもあんまないんじゃないですか。
確かにあんまりない。ちょっとこれはある意味こう爪痕を。これはあれですよ、これ結構いいんじゃないですか、ある意味これはいいかもしれん、はい、これはいい記録じゃないですか。素晴らしい素晴らしい記録です。さあ大森さんですね、パグの方が、逆境魂にスマートな着地ですね。あ、いいんじゃないですか。僕ちなみに今回採用しパークコースこれです。こう使っちゃいましたね。あれ、え、ちょっ、ん、使っちゃったけど大丈夫、うん、これテンパってませんか大森さん。しっかり先生見すぎて自分がスマートな着地をつけてるの忘れてます。これ今回の出場者の中で一番入念に見てますね先生ねいやでもこれだけしっかり確認するってことはそれだけ真剣にトライするってことなので、そうですね、これはちょっと楽しみじゃないですか。でもこの丘こっち側にあるのどうですか。いや、いいんじゃないですか。バランススマートな着地なんで、ただスマ着で疲労中なのを分かってるかな。始めてしまうとスマ着使えないぞ。あ、待ってますねちゃんとスマ着、うん、あ、分かってますね。よかったよかったよかった。ちょっと出てほしかったでしょちょっと出てほしかった、正直出てほしかったけど覚えてない。ちょっと余ってるけど大丈夫かな。ちょっと余ってるあ、ちょっとね、あ、なるほどね、ここでここで使って、あの使わずにね、行くためにね。さあ、4つ壁ですね。さあ、どこまで行く、どこまで行く。この位置、この位置ですよ。さあ、見て。さあ、早倒し、逆。あ、読み負けた、読み負けた。さあ、バランス変えたいか、それ届かないぞ。やばいいや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 、素晴らしいチェンスでしたね。なんか今運動会最長の準備時間からの落差よかったっすね準備は良かった、かなり入念に。ああ、良かった、めっちゃ良かった、うん、最高の準備だったっすね。最高な準備だった。ただ丘のね、あの負傷もらってからの丘の入り口の位置にちょっと意地悪されましたね背中向けられてましたねもうめちゃくちゃめっちゃ入念な準備して、よーいどんの瞬間にもうこけてもたパターンですよね、これね。うん、足くじいてもたやつですよね、これね。ナイス。よかった。ナイスチェイスです。いやー、ナイスチェイスです。ナイスチェイス。なんていうんですか、耐水性のやつ。ちょっと始まった。ちょっと待って。始まった。うまそう、ほら。で、カメラワークとかね、こう。まあ綺麗です今から、うん、ちゃんと見てるところがわかった、お前、ね、うまい、しっかり見てる、しっかり見てる、 よく受けましたね今ので、からのまずいか、避けれるか、あー、これはない、きついな、しっかり倒していく。さあ、ただ打開策があるので、よっと、いいですよ、よく見てる、よく見てますよ、今の窓越えなかったらここ読めっす。うわ、うわ、マジか、そこ当てられるか。いや、今の一瞬立っちゃったみたいな。いやいや、今立ってないです。今、ぴょこ太郎さんは立ってないです今の。 あそこは、しゃがんでても上から当たるので、安定が。なんで今、ジス君がすごく上手かったのが、ぴょこ太郎先生が角行ったじゃないですか。角で投げようと思ったけど、ワンテンポ遅れたんですよね。でそこでぴょこ太郎選手がしゃがんだと。しゃがむっていうことは前に行けないじゃないですか。うんうんうん、なんでちょっと調整してあそこの高さをパスって抜いたの、まあ、すごい上手かったっすよね。よく抜けるねあれ。あれもう あそこ抜くの結構難しいですよね。高すぎても上越えるん で低すぎたら車に当たっちゃうんで、うん、それをねパッとこう調整してあったのすごい上手かったと思う。でもね、ぴょこ太郎さんのチェイスもねすごい良かったですよね、うん、あのまま二窓で読み勝って窓越えてたら多分斧確定するので。しかもね、あれめちゃくちゃ細かい話なんですけど、ちょっとコメント欄でもあるんですけど、岩弁慶ってね、斧の速度が速いじゃないですか。うん。斧の速度が速いんで、こう、放物線はね、言うと描きにくいの分かります？ああ、そのね、要は直線に近くなるよね。そうなんですよ。直線に近くなるんで、うん、ああいう遮蔽物とかの上をパツンと当てるのって結構難しいんですよね。落下判定があんま少ない。はいはいはい、ああ、まあ確かにそうだね。そうなんです。実は、はい、細かい話ですけど。あそこを確実に当てていくっていうのがね、ちょっと恐ろしいハントレスやね。オポチュニティと打開策で、挑戦です。さあ始まりました。これはまずはどこに向かってるんですかね。T 字ですね。やっぱりジス君結構小屋で
勝手に読み合ってくれるとこ節ありますよね。うん、ここで読み合うの、おっとまずい、おっとまずいですね。今許してくれの口に出ましたね、うん、許してくれ言ってましたね、完全に言ってましたね、許してくれって。さあよく見てるが読まれていると、これは素直にね、素直に来たね、ジス君。完全に勘弁してくれ言ってましたね今ね見つかったみたいな感じだったでしょうね今ね一発目斧をもらった時、ワンチャンしゃがんで避けてやろうっていうね気持ちもね伝わってきましたよ。あやばやばやばみたいな感じありましたもんねワンチャンワンチャンっていう声がシャックさんですね。シャックさん、はいはい、また始まりました。パークの方が逆境魂に打開策ですね。ああ、ここで一つ情けない声を出して、さあ4つ壁ですよ、アウト出していく。かなり距離取れてますねこれ。さあここで結構時間稼げてますよ。さあここでチェス夫人完全に入りますかね。いやここはいいんじゃないですか。さあ半年ほどかけてるか、後ろから来てますね。いやこれワンクションもらうか。これマップ超えると、なっとここで読み勝っていく。超えないと思って斧構えてなかったですね。あ、ちょっと視点がよく見えんな。おおお、うまい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 。おお、噛み合ってますよ、噛み合ってますよ。いいですよ、耐えてますよ。ここでなるべくなーとか出発で、ここで打開策。ただこれ打開策なのでかなり距離が取れるので、あ、ここ避けれたら長くなるぞ。あーあー避けれないか。いやー車線切ってたらよかったんだけどね、木で。ここ避けるからね、もっと伸びるかなってとこやったんですけど、ただね、岩弁慶早い、斧が。そうですよ、避けれないです。見て避けようっていうのは結構愚策になることが多いですよね。いや最初のチェイスはねうまかったね、読み勝った。あとあの距離を取ってたらよかったですよね。うんうんうん、自分の足跡この辺ついてるだろうから、多分こっちからキラーが来るから、あ、自分は距離取っておこうって、こう距離詰めるまで結構時間を取れてたので、結果的にチェイス時間伸びてそうな感じがしますけどね。いや惜しかった、ジジイでした。ジジイデッドハードがね使えないのがね、またこれがね。そうですね、そういえばそうですよね。始まりました。さあここで小屋キラーのいる、来る位置見てますね、しっかり。お、いいですね、あえてこうやってところかにかな。おっと、倒す、うまい。さあ、ここで一発、いい、一発、一発、一本使ったよ。さあ、いいんじゃないですか、黄色重機。いいですよ、かなり、あ、しかも視点を上に向けて、ね、隙間から見てますね。さあ、ここも早めに倒しておきたい。しっかり視点を変えて。そうですね、これいいと思いますよ。さあここで割っていく。おい、これは伸びてますね。いや、うまいですよ。はい、うまいですよ。うわ、かなり綺麗なルート。しかも2本目切りましたよ。ここで読み合わない。あと、ここで読み負けた。おっと、これ勝っていく。いや、勝ってますよ、勝ってますよ、勝ってますよ。さあ、これも板側に入るんじゃなくて外側行きたいんですけど。さあ、読んでる、読んでる。うまい、うまい、読み方、これさせていきたい。うまい、避けた、倒す。うまいですよ、あと1本じゃないですか。さあここでワンフショー。あ、これは斧を回収行きたくないので、おそらく実況の選手は殴りを目的にしてるので、ここでインコースを攻めていく、かなり伸ばしていく。おっと、ここで斧持っていく。おお、やった、外していく。もう一発戻ったただもう斧ないんじゃない。じゃあもうない、ないと思う。斧は回収したくない実選手。あっと、これも読み負けてしまうぞ、それは。これ間に合うんじゃないか。あっと、実選手焦ってるぞ、これ。焦ってますね、焦ってますよ。さあ、あ、ここで斧回収、これちょっとうまいね。めちゃくちゃ長いぞ、これ。さあ、ここでちゃんとステイ見てる。いや、しっかりと見てる。倒す、ガワーッと間に合ってくる。めちゃくちゃうまいですね。じゃあこっから、こっからどう来るかやね。おおおおお、これじゃあたまちゃうか。おわった、うまい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 、間に合うか。いや、間に合わない、惜しい。
これは伸びたぞ。これめちゃくちゃ長くないですか。伸びたぞこれは。2分いったこれ。いや3分まで見えるんじゃないですか。ちょっとすごいチェイスが出ましたね。これはすごいチェイスやったじゃないですか。うまい。無駄なかったよね。いやほぼほぼなかったのと、あとまあそうですね、おそらくジス君選手がちょっと沼った部分もあって、それで噛み合った部分あるあるんですよね、うん、近距離外したのと、あとおそらくね多分4つ壁の遠投みたいなやつあるじゃないですか。あれ多分投げるつもりじゃなかったんじゃないかなと思う、うんうん、はい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 。でパッて離れて斧がポンって飛んできたというか、でそれも相まって、しかもルートも良かったし、もう板まで間に合わないっていうのをもう割り切って、ひたすら短いとこくる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 回ってたとかあって、うんうんうん、あの割り切りも良かったですね。最大で時間を稼げる方法も選択できてたし、かなり良かったじゃないですか今のチェス。うわぁ、ナイチやね、ナイチ出ましたよ。これ超える方が難しいぐらいの長さやったと思うんですけどね。出たね、急に出たね、急に出てきたね。急に来たね。いやあれね、この後の人の方がかわいそうかもしれない。あれで多分ちょっとスイッチ入ったんじゃないかな、ジス君。ちょっと多分ですよ、僕の予想ですよ。前半結構早かったじゃないですか、なんかね、うんうんうん、で今のであれちょっと空気変わったなって察して、パチッとこうスイッチ入る可能性はありますよね。さあ、オポチュニティと、大ヒットですね。さあ、ここまでで、さあ、ちょっと聞かれましたね、今ね。どこでもまたいでくる。じゃあここ窓枠行かなかったらうまいですね。あー、タスティン、うん、じゃあちゃんとしっかり出ていく、倒す、まずいた、オープナイ、オープナイ、オープナイ。このルート結構まずいよ。まずい、うまいっすね、今の。いやー、うわー、今のはうまいし、スクラッチめっちゃうまかったっすね、今の性格し。ほぼ見えなかったんじゃないですか。うん、ほらね、やっぱスイッチ入ったでしょ。だって今までやってこなかった変な追い方ですよ、確実に今の。なら、あらららら、あら、完全にスイッチ入りましたね、これね。あ、うまかったね。どっから来るかわからんかったわ。いや、今のはエグいっすね、今の。シーズン1では入賞最多、前回は7位だったっていう状況です。なるほど。さあ始まりました、オポチュニティと打開策ですね。お、このままバスに突っ切る。なるほど、黄色銃撃選択をしたんですけど、この黄色銃撃ね、使いやすいか使いにくいかって微妙なんです。そうなんですね、こうなっちゃうので、ここでやっぱちょっと一発もらっちゃうか。そうです、ね、もらっちゃうよな。この生成のね、ちょっと良いんで、お、なるほど。いやー、こっから逃げれるか。正確して外読みも読んで、うまいっすね。いや、離れられないっていうのかな。あらららら、もう完全にジス君スイッチ入りましたね。やっぱりこの黄色重機はね、直線が結構できやすいんで、やっぱりちょっと弱かったかなと。ファーストチェイスの選択が悪かったなと。あとせっかく打開策を持ってきてるのにポジションチェンジしなかったっていうのもちょっと失敗した要因じゃないかなと。いやー、ちょっとやっちゃいましたね。やっちゃいましたね、これは。やはりこれは所長さんのちょっとロングチェイスが後半組のプレッシャーを与えてると言っても過言じゃないんじゃないでしょうか。さあ、まあ、過去何回もね、チェイス運動会参加してもらっておりますが、毎度毎度、高タイムを叩き出しておりますが、前回は沼って結構順位は下の方でした。だけど毎回、チェイスはかなり伸びてるんで、いいチェイス、かなり期待できると思います。さあさあさあ、ラストランですよ。さあラストランです。おっと、おい、ここ一発もらうか。いや、これはいや、これはもったいない。バーッ、やったー、やったー、これわー、これやったー、やったやったやりました。これマジでやっちまったんじゃないのか、これ。
優勝候補優勝候補やっちゃったんじゃないこれやったなさあそのやってしまったお菓子ちゃんさんのちょっと一言をちょっと聞きたいですねああこれやったなちょうど今どんな心境なのかDVD大丈夫まあ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 いいでしょう。うん。早いですね。さあ始まりました。さあ選択は奥の方行きますね結構。まあここからはね、なんとかないか。距離縮めるのにすごい時間があるんで、ああここもいいポジションじゃないですかハンドルされてる。ただここも結構直線長いので、板を倒すタイミングを間違えてしまうと。お、あーでもこれもらうな。これで斧がね。一発もらう。いやさ、今来るですよ。これもしっかり回る方見たいぞ。さあうまい。さあフェイント刺さっていく。だがここでマイカ、お、うわー。あー突っ込んできたわー。いやさすがす、いや仕上がってますよこれ。かなり。はいっすねー、ジスク。ああ、ジジやな。いやー、その読みはまあしょうがないよね。しょうがないですね。もうこればっかり読みやなんで、うん。やっぱり一発目のチェイスポジションがね、結構難しいところやったんじゃないですか。うんうんうん。なんで。おっ、激作砲来た。激作砲来た来たぞ。来ましたね。今運動会初ですか？初。吉と出るか京都出るか。待ってたよこのパーク。待ってましたよ。運動会っぽいですよ。これうまくやれば4秒ブーストやからね。そうですよ。うまくやれば。さあ始まりました。さあどのタイミングで使うんですかね。ですよね。そうですよね。まずそうですよね。どの段階で使うのかなっていうのはありますけど、まあ、でも欲しいのってあれだよねやっぱあのブーストですよねこれはこれね足跡消しちゃうとね見失っちゃうのでこれよくないかおっおまずいかおっと外していくさあいいですねその先倒しなんと外していくまだ激作の残っているここでここで使うのかまだ使わないまだ使わない先倒しからのもう使えませんもう使えませんえ激作砲負傷状態じゃ使えませんまさかの何のために持ってきたのかまさかの使わずに終わった出番がなかったっていう出番はなかったし負傷してから負傷したらもう終わってたこれねこのパークはねあの健康状態じゃないと履けないっていうね条件があるからねお多分びっくりしたんじゃない本人が一番ねあれこんなあれみたいな感じだったでしょうね使えなかったって言ってるいや使ってほしかったマジで使ってほしかったちょっとなかなりの見どころだったんやけどねだからそのコードを用いてっていうそういう感じではないっていうさあまずはまずはギター倒しするとなるほどただねこれ倒しててもねあんま強くないですかさあよく見てるよく見てるよく見てますねうまいうまいですよこれこれ結構時間がかかってますよまだこれスプバ残ってますからねうんスプバまだ残ってますやばかったら一気に距離伸ばせますよここら辺で吐くんじゃないですかうわーっと外した外した吐きますよこれそうですよねさあかなり距離が取れましたさあうまいですうまいですうまいですよさあ窓枠は確定で、負傷をもらいそうなところなんでいやめっちゃうまいいやイールドあっとまさかいやここ一発もらってしまうが次のポジションただこの板は使ってるぞさあ板まで届くか次さあ板が出たか出たかこの間気付けたいいけるかいけるかさあなんとか二窓の窓までつなげたいがああ引っかかってしまうああ上手やったね上手やったっすねルートめちゃくちゃ良かったっすけどねいやーいいチェイスでしたいいチェイスでしたね素晴らしいチェイスでした今、うん、あの T 字を先に倒して奥の岩に行ってもう一回 T 字に戻ってしまったっていうのが結構辛かったっすよねああなるほどなんでそのポジションが2個飛び越えないといけなかったんでうん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 いやいいチェイスでしたねでもうん
GG でした。えいえい。まあ期待値星5中、まあ、星2ぐらいですかね。そのカードゲームみたいな言い方やめてください。ソシャゲのカードの当たりみたいな。結構失礼ですけどね。サシちゃんとかが星5とかじゃん、やっぱ期待値が。ああ、なるほどね、なるほどね。ってなると星2かな。あれっすね、能力見ず売却しちゃう感じですよね。そう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 、ゲームだからね。この人と何回かこう参加型とか遊んだことあるけど、まあそこまでね、はい、どのぐらいのチェス能力があるのかってね、いまいち分かってない。ああ、なるほどね。ってところはあるんで、まあ一旦まあ星2ぐらいにしときましょう。あれじゃないですか、星2からね、急に確定演出みたいな、ね、星5になる可能性もありますから、ね、あ、なるほどね。キラーっつって逆転演出みたいなのもありそう。あ、ね、あ、始まりました。まっすぐ前を見て走っていく。四つ壁まで行きましたね。さあ白重機あって、いや、岩ぐるみつけましたね。さあどこまで行くんでしょうか。さあ止まらず、ただただまっすぐ行ってますね。これいいんじゃないですか、距離取れてますよ。まあこれはこれでありだよね。これでも15秒。おっとここで、おー避けていく、おっと避けていく。本当の星2か。あ、ここで一発もらうか。あー、おーっと避けていく。避けてるぞ、避けてるぞ。今発展中、ギジレン、ギジレン、ギジレン中、ギジレン中、ギジレン中。いや、まずい、まずい。あーあー、どこでなる。いやー、これは星2です。星2やったな、やっぱり。星2ですね、やっぱり。いや、スコアもう468、星2っすね。いやー、でも惜しいね。最初の斧よけ、ナイスやったね。いや、ほんま、キラーって確定の演出出かけてましたよね、今ね。うん、出かけとった。出かけてた。まさかのってよ。2回ありましたから。カードがひっくり返るかと思った。なんかひっくり返りかけて、またポンって戻るパターンやったね。はい、全然星2やったっすね。うん全然欲しいでした。いやでも内地です。内地でした。さあいつも OK です。 OK です。はい、始まりました。さあなんとか信頼感吐きたいんで、なんとかチェイスポジションにたどり着きたいところ。いいですね、ジャングルポジション。コモンハントスに死にされたかな。おっと、ここで、狙ってますよ。あ、ここまずいじゃないですか。これはまずいぞ。いや、もう距離詰められて一発当てられる。出た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 。お母さん逃げる方向がまずかったっすね。キラーの方に突撃してった感はちょっとありましたね。完全に伏流炎のもらいすぎっすね、これは。伏流炎のもらいすぎ、体に悪いやつ。いや、しなやか履けなかったっすね、惜しかった。多分しなやか履こうと思ったけど、繊維見えてやばってなって直視してしまったんで。悔しいと嘆いております。ちょっと待って。中身はヤニのお父さんらしいです。もう分かんない。、うん、中身はお父さんや。いや、分かんないわ。このほぼ初期スキンの度合いと、これ、いや、いいっすね、この度。いや、なんかいいっすね、このカメラワーク。なんか見たことある、この感じ。直線しか見ない感じ。うん、なんか、どこぞのエースに似てるぞ、これ。うんうん、似てますよね、これね。さあ、始まりました。さあ、始まりました。いいっすよ。おっと、ここで止まっていく。ここで、ここで急に止まっていく。急ブレークかけていく。どこから狙われてるか、ちょっとまだ死人ができておりません。お互い見失ってる説あるぞ。ああ、死人されたね。ああ、見失ってる。ちゃんと後ろ見てますね、うん、見てますね。あ、見えてますね。おっと、ここでバランス入っていく。いいですよ。うまい、うまいぞ、これ。しっかりバランスを使っていく。うまい、うまい。ちょっと待て。おっと、これ星2風の星4来たかぞ、これ。今のとこ星4まで発展しましたね。さあここで、うわー、うまい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 。いやー、うまいな。いや、でも間に合うぞ、これ。おーっと、うまい。あ、一発もらう。ここ、ここ大事だぞ。あー、やばすぎな。あー、やー、惜しい。いや、うまい、うまかったっすね。よかったっすよ。星4、星5になりかけた。いやー、うまかったね。今さ、あそこ耐えたら星5まで来たっすね。うん、行ってた、行ってた。行ってましたよね、あれ、うん、いやー、惜しいな。いやー、惜しいな、惜しかったっすね。でさ、最後にね、はい、順位表をダッて出せたりしないですか。はい、こんな感じになっております。すごー。
次回もね、毎月ね、できればね、毎月1回、もしくは2ヶ月に1回はね、やっていきたいなっていう感じなので、もしよろしければね、次もやってくれよって感じだったらね、高評価ね、グッドボタンの方ね、よろしくお願いいたします。で、今回、協力いただいたそばめしさん、ジスくんさん、で、マダオさんの方ね、チャンネルの URL ね、概要欄の方にね、貼ってありますんでね、まあ、時間があるとき、ね、遊びに行ってもらえたらなと思います。じゃあ、最後に、ちょっと一言ずつ、ちょっともらって終わりにしたいと思います。じゃあ、そばめしさん、お願いします。と、まあ、久しぶりっていうのもあって、あと、で、前回とやっぱ大きく違うかったのが、皆さんの意気込みちょっとなかったっていうのも、うんうん、だってちょっと寂しいなっていう部分もあったので、なんか、もし次回呼んでいただけたら、もっとできたらなと思います。あと、ジス君がちょっとあまりにも強すぎたかなと、今回は。ちょっと強すぎよな。正直なところ。ちょっと全体的に、いや、ほんとこの僕の1回目もそうですけど、一生懸命やってもなかなかタイムが出なかったので、改めてその、うん、まあ、ブービー賞の、お菓子さんもそうですけど、書状さんの2分30秒は、本当にもう、うん、なんですかね、何回か見させてもらった中でも、結構群を抜くぐらいの素晴らしいチェイスだったかなと思いました。素晴らしい。ありがとうございました。じゃあキラー担当のね、ジス君さんお願いします。25名の方とこうハンドレスやらせていただいて本当お疲れ様でした。すごいなんかこういろんなチェイスが見れて、まあ、対ハンドレスっていうのを分かった上でのチェイスだったのですごく対策をされていた動きとかも。ところどころに見えたのでこう自分としてもこうちょっと成長につながるような企画でした、すごく楽しませていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ます。はい、じゃあね、こんな感じで最後俺かね、俺の挨拶をして終わりたいなと思います。はい、そうですね、まあはいね、早く突っ込まんと入るとこなくなっちゃうよ。俺言わんよ。はい、どうぞどうぞ言っていいですよ。はい、どうぞどうぞ。あ、まず今回もね、お声かけていただきありがとうございました。まあ、ちょっとね、仕様がちょっと猫が変わったっぽくて、まあ、その辺ね、実さんと臨機応変に対応できたかなと思っております。またね、次回あるときは呼び、お声がかかることを心待ちにして、また皆さんのナイスプレーを見に行きたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあね、最後にですね、チェイス運動会前最後やったのが3月で一旦ね区切りをつけると言いまして、で一旦終わって、はい、で今日なんですよ。でまあ、でね、結構久々にやらさせてもらってるんですが、うん、まあ、まあ自分がねよくその大会とかねもう全く出ない人間なので、そこまで大会まで行くとちょっとなんか気持ちが重たいなとかさ、大会練習とかもちょっと重たいかなみたいなところが、まあ、正直あって、もうちょっと軽い感じの上手い人からね全然チェイスできねえよみたいな感じの人まで何かできたらいいかなというところで、まあチェイス運動会というね名前でね、あえて運動会という名前でやらさせてもらってるんですが、一応ね1位2位サインの人たちはもちろんなんか何かお送りしたいみたいな感じでその何かご用意するんですが、そのチェイスが全くできない人とか、まあできる人も事故ってもう病死してしまうっていうのも多々今回もねあったんですが、ブービー賞として全然秒数が伸びなくても、まあ何かメリットのあるものをまあできたらいいなっていう感じで、ブービー賞とか、まあ接種用事グッズにはなりますが用意をさせてもらいました。でまあ今後ともね、まあこういった感じで不慣れな人から、まあベテランの人まで、まあ気軽に参加できるような企画をね、チェイス運動会ねやっていきたいなと思いますんで、よろしければね、拡散とかねしてもらえたらね大変嬉しく思いますんでね、応援の方ねよろしくお願いいたします。さあね、こんな感じで第11回、まあ、シーズン2第1回ね、チェイス運動会ね終わりたいと思います。たくさんのご参加ねありがとうございました。そばめしさん、ジスくんさん、マダオさん、ありがとうございました。でかげろさんもねお疲れ様でした。じゃあこんな感じで終わりたいと思います。ではまた次の配信、次の運動会でお会いしましょう。お疲れ様でした。またね。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。なんやかんやでね、次はねそばめしさんの番が来てしまいました。と僕申告していいんですか。